火山、ロシア、27日、日本代表の西野朗監督、63、が28日の1次リーグ突。ヤブのかかる同最終戦ポーランド戦、ボルゴグラード、で思い切った勝負に出る。ミスが続く GK 川島英二、35、を変わらず先発で起用する一方、中盤の、要、MF 長谷部誠主将、34、を外しベンチに置く可能性が出てきた。3戦目で初めて先発を入り、記事全文を読む。